ちは、ひまひまです。今回はですね、はい。この時期皆さん何がありますか？この時期って言ったって一年中あると思うんだけど、はい。ひまはですね、この秋、冬、いいですね。林間学校があるんです。しかも、明日です。まあ、動画公開される頃には、ひまはもう行ってるかなと思うんですけど、で、今回は、そのパッキングを紹介していきたいと思います。イエイ！でですね、その林間学校を2泊3日で行くので結構荷物が多いんですよね。なのでちょっとパッパンになっちゃったんですけど、紹介していきたいと思います。通った。はい、じゃあ紹介していきます。ドゥッドゥッドゥン。では早速紹介していきます。はい、では早速ちょっと手元アングルでチェンジしたということで紹介していきます。はい、これはですね、前動画で買ったピンクラテの2泊3日用の紫のやつです。それでここについてるキーホルダーはこれがもともとついてるキーホルダーで、これがホテル三日月竜宮城で買ったてるてる坊主くんです。琵琶が有名だからね、千葉は。はい、こんな感じ。じゃあ紹介していきます。中身、これね、子持ち系なんですね。結構パンパンですよ。はい、では中身を見せるとこんな感じです。めっちゃ入ってます。よし、じゃあ一個一個出していきたいと思います。じゃあまずこれ、じゃん。これがよく、今ドライヤーがないのでよく水が吸い取れる、なんていうの、タオルです。ダイソーに売ってるやつです。で、中にはあとカラフルが多いバスタオルと、これが頭の髪の毛拭く用のタオルです。そしてこれが洗濯物を入れる袋で、これが体を洗う用のタオルです。これ100均で買いました。結構ダイソーで揃えました。これは違うけどね。はい、で次、じゃん。はい、これキャンプファイヤーとかレクリエーションで着るジャンバーです。これがシャカシャカなズボン、もしもめっちゃ寒かったらこれを履きます。そしてこれが山登りの時に着るシャカシャカのジャンバー。山登りは結構軽くないとダメなので、動きやすくないと。これもピンクラテのやつなんですけど、寒いからこういうのを着てます。ジャンバーです。これやんないとキャンプファイヤーの時本当倒れるぐらいの寒さだからね。なのでこれを持っていきます。山登りは本当に動きやすくないと、もうこれだとね、さっきのジャンバーだと動きづらいので。よし、次。はい、これこのポーチが体温計です。バンドエイド、バンドエイドはないとあれなので、体温計は朝測ってカードに記録するんですね。そしてこれ、これが寝癖直しです。前髪がすごいぐっちゃぐちゃになるので、朝起きたら分かると思うけど、ブラーンって、もう今日から俺やみたいな感じのね、髪型になっちゃうので、これを持っていきます。あー、ちゃんと許可取りました、先生。そしてこれがフェイスタオル、朝顔を洗ってこのタオルで拭きます。朝使うものですね。で、本当は他にリュックを持っていくんですけど、それはね、結構その見学する紙とかが多いので、それは紹介しません。はい、次、じゃん。ハンカチとティッシュです。ティッシュこれしかないなって思う方いると思うんですけど、明日学校行くとき当日に普通に持っていくし、あとリュックにもいっぱい入ってるので大丈夫です。しかもハンカチ3つ入ってるので、もう全然大丈夫だと思います。気になる？気になるね。はい、そしてじゃじゃん。これがですね、農業体験とかで軍手を使うので、軍手とビニール袋を2枚持ってきます。そしてこれ、これが予備のお風呂の時使う紙の服、タオルです。これ、
これが化粧水です。これはママが作るんですよ、こういうのいつもね。あ、中透明ですよ。これすごいね、いいんやで、あのちっちゃい頃からずっと使ってるので、これをやってます。あと友達とお揃いの歯ブラシセットとコップ。この化粧水は朝と夜使います。だから結構朝と夜使うものセットです。そして次、これが間違えてカッポって書いちゃったカッパですね。雨降った時用のカッパです。そして上履きです。泊まるとこで履くので持っていきます。はい、これが汗拭きタオル2枚です。それでじゃん、これがクラス T シャツです。どこで着るかよくわからないけど、これを持っていきます。あ、で下着です。あの下着は今回あれ紹介しなきゃねそれ紹介じゃないよねそしてこれが2日目の洋服です。ラインパンツとか、あとアナップの赤いやつです。これが3日目の洋服、オーバーオールのガウチョと友達からもらったやつを着ていきます。あの誕生日の時にもらったやつね、ありがとうございます。そして靴下、予備も1個入れて4枚入っています。そしてこれがですね、パジャマですね。パジャマです。パジャマは今から紹介する部屋着とパジャマ違うんですよ。で、部屋着はキャンプファイヤーに着ていくので、その違いがよくわかんないんですけど着ていきますちょっと今こうやってやったらピノのおもちゃだったそして最後、じゃじゃん、部屋着です。これはキャンプファイヤーの時とかに着ていくので、この部屋着を持っていきます、着ていきます。というわけでですね、はい、ここからですね、このものを、あとまだあった、ごめんなさい。そしてこれが一番最後の日に持って帰る時に全部の洗濯物を畳んで入れる袋です。そしてこれが袋3枚。これはですね、なんだろう、袋3枚、まあ袋3枚です。これは分かった、これゴミ袋用です。ゴミ袋用、これを持っていきます。というわけで、まあ、全部紹介しきったということでですね、次は全部この中にしまっていきます。頑張ります。では早速しまっていきましょう。はい、では早速しまっていきます。こんな感じで持ってきますね。ふう、結構大荷物なので、こんな感じでね、ちょっとすごくパンパンなんですけど、あとまあ一応リュックもあるので持っていきます。こんな感じでね、で最後締めます。しまいました、こんな感じ。はい、こんな感じで終了です。というわけで、こんな感じで今の林間学校に持っていくバッグの紹介をしました。結構パンパンになっちゃったんですけど、大丈夫かなって思います。明日、明後日、しあさって、しあさってに帰ってきます。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram と
サブチャンネルのひまわり TV もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。頑張るぞ。おー、水族館も行くの。やったねー。